ジョセフ・ルードはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミネソタ州ミネアポリス出身。以前所属していた WWE ではエリック・ローアンのリングネームで活動していた。ミネソタ大学に在学時はアメリカンフットボール選手として活躍。プロレスラーになるため卒業後、ロードウォリアーズなどを指導したことで有名なエディシャーキーが主催するエディシャーキージムにてトレーニングを開始。 2003年9月1日に地元であるミネソタ州ミネアポリスのインディー団体にてケン・アンダーソンを相手にソルーフ・マリウスのリングネームでプロレスラーデビューを果たした。デビュー後、ノースミット・ウエスト地区のインディー団体を中心に活動。2006年、WLW とのアオ祭のレスリングキャンプに参加。これがきっかけで WLW にソルーフのリングネームで参戦。 トレーニングを中心に活動し、2007年6月には WLW から5人目の留学生としてノアに参戦。約3ヶ月間にわたってノアの合宿所に入り、日本人レスラーと共にトレーニングを積む。また、ツアーにも同行して雑用なども行った。主にロッキー・ロメロとタッグを組んでアンダーカードに出場し、勝ち星に恵まれなかったが、 シングルマッチにおいて唯一平柳勤から勝利を得ている。帰国後は MCW、ミワなどミネソタのインディー団体に参戦する傍ら、ノルウェーのテレビ局であるティビノージにて放送されたリアリティショー ALT4 の動画に出演。2010年12月、WWE とディベロップメント契約。参加団体の FCW にてエリック・ローワンのリングネームでデビュー。 FCW と新人発掘番組であった NXT が統合した新生 NXT へと移行後、ハウスショーを中心に出場。11月よりテレビショーにデビューし、ブレイ・ワイアットがリーダーを務める会期派ユニット、ワイアットファミリーに加わった。2013年1月、初代 NXT タッグオーザトーナメントに出場するが、決勝で、 ブリティッシュアンビションと対戦して敗戦し、初代王者チームになれなかった。そして、n x t タック王座をめぐって、ブリティッシュアンビションと交想を開始することになるが、交想開始早々に、オリバー・グレイが腕の故障により欠場することになったために試合で、グレイを一方的に襲撃して、長期欠場をさせるアングルが組まれた。一人になったエイドリアン・ネービルが、グレイの代理として、 ボーダラスと組んで幾度となく対戦を繰り広げ、5月2日に n x t タッグク王座をダッシュした。同月より、ワイアットファミリーの PV が RAW やスマックダウンなどの番組で流されるようになり、その際に羊のマスクを被り始める。7月8日、RAW にてケイン VS クリスチャンのシングルマッチにおいて、ケインの勝利後、 ワイアットファミリーのメンバーと共に乱入。ケインを襲撃し、単価で搬送しての退場をさせた。2014年、ルーク・ハーパーと共に WWE タッグ王座に挑戦する活躍を見せるも獲得をすることができず、10月にブレイ・ワイアットの解散の号令により独立した。以降は独特の行動を見せながら、時折スキットに登場していた。11月17日の RAW にて、 当日に故障により、サバイバーシリーズ2014に出場不可能となったシェーマスの代役としてチームシナ入りし、フェイスターン。シナチームとして勝利した。その後しばらくベビーフェイスとして戦い続けるも2015年5月に再びハーパーと組む。2018年4月8日、レッスルマニア34にて WWE スマックダウンタッグ王座を保持する。 嘘ズニューデートトリプルスレッドマッチで、ハーパーと組んで挑戦。序盤より、リング内外で暴れ回り、最後に自身が、コフィにパワーボムを仕掛けると合体技を決めて勝利。ベルトをダッシュした。2019年5月7日、スマックダウンライブで空位となっていた、WWE スマックダウンタッグ王座をめぐり、ダニエル・ブライアンとタッグを組んで嘘ズと王座戦を、行う。 スーパーキックの乱発に苦しむが、場外戦から J ウソをリングに上げると、スーパーキックを防ぎ、アイアンクロースラムを決めて勝利。王座を退官した。2020年4月15日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、WWE の収益が悪化したため、ローワンを含む約20人の選手が WWE から解雇された。 WWE スマックダウンタッグ王座。ありがとうございます。